三遊亭吉見四郎は日本の落語家、お笑いタレント。本名、小松隆彦。三遊亭工学文化で五大木演学一門会所属の二つ目。入門前の芸名は西村。愛知県出身。かつてソーレアリアに所属していた。19歳で大阪のスナックのチーフになり店を切り盛りしていたが、突如芸人になるべく況。二25歳の時に、 ボクシングのプロの新旧ライセンスを取得したが、それに満足し、翌日に引退。その後様々な変歴を経て、33歳の時に再度、芸人を目指す。かつては一人で、西村小松という芸名で活動していたが、後に、西村へと改名。現始人事務所主催の中野初。一分ネタ王座決定戦と中野初。 お笑い王座決定戦2012冬の陣で優勝。R-1 グランプリ2013では準決勝に進出した。2015年12月に第6代目会長、牧真二から第7代目会長、旗昇に代わって、初めての東京演芸協会主催の第1回旗昇賞の大会で最高賞である旗昇賞を受賞。 2016年、三遊亭降楽に弟子入りし、落語家に転身。9番弟子に当たる、ピン芸人時代の芸名をそのまま使い、三遊亭西村と名付けられる。2020年6月、二つ目昇進で三遊亭吉見四郎と改名した。漫談時代の経験を生かした、快調な語り口とさらりとした落語が特徴。毒のある枕が、 色物時代からのファンにも好評。スナックのマスターモノマネ、辰吉ヨ一郎名シーン再現。ありがとうございます。